来ました、生ヒッテンドラン。実はですね、この今回の趣旨としては、回っていきたいところを、皆さんが見てみたいところを回っていきたいと思ってるんで、こうやってね、メニュー画面から面をね、こうやってセレクトできるようになってるんですよ。1面、2面、3面、4面、5面、6面、7面ってね、こんな感じで。なんで、皆さんが見てみたいところ、具体的にどこかありますか？で、降りて、ここに来て、ここにあった自動販売機をカン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 ってね、もう壊しちゃったからないんだけど、カン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 ってやったんだな。で、おぉ、クイッキーマートだぜってね、あの時はすごく興奮したんだけど、今、なんとも思わないっていうね。見慣れてしまったから。見慣れちゃったからさ、なんとも思わないっていう。でもさ、僕だけじゃなくて視聴者の皆さんももう何とも思わなくなったでしょ。 Well, it's about time. 最初皆さんもさ、おいおいおいってやってたけど、僕はたとえさ、ここでさ、人をこうやってうえーってやっても別にもう何とも思わないでしょ。うえーってすっかり目がもう慣れちゃってさ、ほら、そこにおばあさんがいる、いやーおばあさん、こんにちは、ぐちゅーみたいな。やっても、なんとも思わないでしょ。え、思う？思うか？いや、そういう遊び方もやろうと思えばできたけどさ。で、わらわらわらみたいなコメントがついただろうけれど。でもそれってどうよ？それってどうよ？よし。で、こうやって入って、アップ、お！なんかパクってるぞ、なんかパクってるぞ。じゃあせっかくだからさ、ムームー着ようか。どんなんだろうね、これ。I need food that's flavorful yet supple to the touch. The additives in this microwave burrito will extend or shorten your life. 何、おばちゃんみたい？確かに。ね、じゃあここでもう一つね、裏話をしますと、いつもあの翻訳つけてたでしょ？動画の下に。ね、今の会話のシーンなんかもね、つけてたと思うんだけど、あれだから。どういう風にやってたかというと、ニコニコ動画にほら投稿するでしょ。で、投稿し終わった時にね、もう公開設定にしちゃってるから、あの動画にまだ字幕がついてない状態っていうのが実際のところは発生してるんですよ。僕は投稿した後、自分で投稿したコメントモードに、設定画面に入って、で、その時に逐一聞き取って見つけたところ、見つけたところその場でこう書き込んでるから。だからそこの書き込み中の間は字幕がついてない動画がね、あのニコニコ動画にはあったはず。その時間帯にたまたま見つけたっていう人、稀な方はいらっしゃるかな？いないよな、さすがに。大慌てでやってるからね。ただ、これほら、今も喋ってたけど、こう車に乗った瞬間とか何でも細かいところで喋るじゃん。ほら今も喋ってんじゃんね。さすがにこういうところまでってなっちゃうと、時間がかかりすぎちゃうから、あのストーリーに関係ありそうなムービーシーンだけこうかいつまんでやらせてもらってました。うん、本当はね、この辺の、あのさりげないなんていうのセリフとかが面白かったりするんだけどね。いや、こう例えばさ、車にこうバーンってぶつかるじゃん。そうすると、うわパンツ食い込んだとかさ、パンツが食い込んだとかいろいろ言ってるんだけどね、面白いんだけど。よし、
しかし今運転すると随分あれだね、このピンク色の車運転しやすいね。スピードが出ないからスピードが出ないから運転しやすいね。例えばさ、ここでフェリーニとか乗ったらどうなっちゃうわけ。フェリーニとかあのスネークのバンディットとかさ、あ違うわ、リクエストもらったのがね、確かあのバイク、あバイクで思い出したよ。これ ABC 順になってたんだよね。ほんと気がつかなかったよこれみんなさ、あれ動画に僕がこれ ABC 順になってたんだねって時にもうみんな知ってましたよとか言って書いてたけど、本当それ本当疑っちゃうね。みんな最初から分かってた ABC 順だって。本当？あのね、僕が気がつかなかった理由が一つあって、ね、一つだけ言い訳させて。気がつかなかった理由があって、僕は何順になっ、僕の中にあったんですよ、こういう順番になってるっていうのが。それは何かっていうと、ステージ順になってると思ったんですよ。ステージ順わかるかな。だからホーマーの面の時にレベル1で使った車はレベル1で固まってて、でレベル2で使う車はレベル2で固まってるっていうふうに思ってたんですよ。なぜならばまだほら、アンロックされてない車があったと思うんですね。でそれを今回どんな車があるでしょうかみたいに見た時に、そのまだ鍵がかけられてた車がひとまとめになってたんですよ、鍵のマークがついてね。だからそういうのがあったからあのレベル順になってんのかなっていうのを思ったんだけど、気がつかなかったね。ダメだね。え、F1?F1 がいい？ちょっと待って、ホバーバイクっていうリクエストもあったけど、あ、でもこの場にはいないか。F1 ね。あれは確かオープンホイールなんちゃらかんちゃらだったな、これか。Can you come and get me? I'll pay you in back rubs.これね、ちゃんとアニメの中に出てきたララミタバコの広告、あ、ダフって書いてあるじゃん。どうした？何してんの？何してんの、まあこれ僕車に乗ってないんだよ。乗っていいですか？お音がいいね。ぐしゅ。よっしゃ。音がいいわ。でもちょっとぶつかりすぎる。すんごいスピードが出る。まあこんな感じね。うん。あのね、もう一つ、これはね、僕がすごい気になってたこと。例えば、車はこう立ちってんじゃん。これさ、乗らずにさ、上に乗ったらどうなんの？これ例えば、スクールバス来たじゃん。乗れる？あ、いや、こいつでもいいよ、こいつでも。これさ、この上に乗ったら、どこに連れてってくれんの？おうおうおう、危ない、振り落とされそうだよ。おい、やめてくれよ。やめてくれよ。振り落とさないでくれよ。おすごいバランス感覚だ。バランス取ってるよ。バランス取ってるよ、ホーマー。あ、じゃあちょっと面を変えようかね。よし、ミッションセレクト。クラスティの笑顔にいつも癒されます。本当？本当？それはよかった。よし、あのタクシーをハイジャックしようか。よっしゃ、カージャック。
さあ、どこに連れてってくれるのかな、これ。くるくる回るだけかな。なんかさ、ただ乗り、ただ乗りですよ。バート可愛い。おう、うん、同じくね。どっか行きたいとこがあったら遠慮なく行ってね。今日は尺とかないから今日は。行き先不明、行き先不明で思い出したわ。あるかな、ここにはないのか。これほら、ドクターニック・リビエラがいた場所ですけど、これね、ミッションセレクト、そうだな、ここにしとっか。アプーの面にちょっと飛ぼうかな。懐かしいね。ここはあれだよな錬金術を皆さんの前でやった場所だよな。I am a lean, mean, vindaloo machine。 同じ場所ね、さっきと同じ場所ね、うん、同じ場所なんだけど、この面にしかないものがここにあるんです。こうやってこれほら、マンキーデリバリーって書いてあるんだけど、これね、なんだと思うこれ壊してみようか。ほら猿が飛び出すんですよ、ああやって。かっこいいかっこいいな、これかっこいいな。あ、賭けレースが見たい。おお、賭けレースやろうか。 This is not good for my insurance。 いいよ、じゃあ賭けレースやりましょうか。うん、どこの賭けレースがいい。ここ一回やってるよね、ここの賭けレースやってますもんね。ここどこがいい。あそこがいいんじゃない。ミッションセレクトでここがいいんじゃないのかな。何、賭けレースと普通のレース決定的な違いは、このレベルプログレスに、普通のレースは関係するけれど、賭けレースはただの、コイン稼ぎっていうだけっていうね。なんで賭けレース用にどの車にしようか。じゃあ意味ない。おお、そう、意味ないよね。だって吐き出しが少なすぎない、あれだって吐き出しがさ少ないでしょ。だってさ、ちょっとさ、今ちょっとそれをさ実証するけどさ、スクール、わしの大好きなスクールバスをさ、例えばこうやって出してさ、Let's hit the town。 適当にちょっと獲物いる？どっかに。あ、いや、獲物、あ、ちょっと車線変更したよ、車線変更。謎の。だって獲物ね。
獲物見つけたわ獲物見つけたわ。じゃあちょっと今からコインに変えちゃいますね。はい、コインこれの方が早いじゃんこれの方が手っ取り早いじゃんか。今見た？これの手っ取り早いでしょ。賭けレースがさ、一回何分拘束されるか分かんないけどさ、一度で、あれ確か2分ぐらい賭けレースって拘束されるじゃんか。その2分半ぐらい拘束されてさ、何枚くれるわけ？うん、で何なのかな。これ結構いい車だったよな。ブリンキーです。こんにちは。これ発見した時はね、興奮しましたね。ほんの一瞬しか出てこないけどね、うん、そしてこれがね、かの有名なキャンプクラスティですね。あ、じゃあちょっとキャンプバートに変えちゃおうか。やったよし、じゃあちょっと待ってね。コンティニュー。よし、やりましょうか。あ、ごめん、間違えたキー間違えた素手間違えた。よし、エントリー費用がさ、コイン45枚でさ、それで賞金が90枚ってさ、これひどくないで、1分55秒も拘束されるんですよ。ファインバイメイ。あ、こっからスタート？こっからスタート？いきなり妨害が入ったんだけどいきなり妨害入りましたけど。妨害が多いなあ。忘れてたな、道を忘れてるな。道を忘れてるぞ。やばいやばい、すんごい時間ロスだ。フェリーニにしときゃよかったかな。あれ結構ハンドリングが軽かったから。やばいやばいやばい、間に合わないじゃないのこれ。あと5秒。あ、ダメだな、これ間に合わねえな。ダメだ、10秒オーバー。いやいや、10秒オーバーで45枚コイン取られちゃうんでしょ。これは効率悪いわ。え、結果意味ない。これ効率悪いよ。車変えて挑んでみようか。もう一回やってみようか。バンディットにしてみようかな。煙出てるし。これさ、この煙ってもしかしてさ、エイリアンスペースシップにさ、核廃棄物を届けに行った時のまんまじゃないのこれ。絶対そうだよこれ。あれ以来使ってないもんな。あれ以来乗ってないもん。え、ネタバレ、ネタバレが、じゃあネタバレとネタバレがネタバレだからあ、わかる？この C が C みたいなそのシーっていうのが C っていうね
軽く流しときゃごめん、素直に謝る。ごめん、今ネタバレあったごめん、今ネタバレがあった。よし、だってさ、これ挑むのいいんだけど、さっき45枚損したから、これで勝ってようやくトントンだもんな。No problemo。 ようやくトントンだもんな。で、ここでいきなりだって邪魔が入るんだもんスタート地点からもう早速邪魔が入るっていう。あ、でもこれはやっぱ運転しやすい。さっきの車の方が後のレベルで手に入れたから優秀なんだろうけど、こっちの方が運転しやすいな。なんでだろう、使ってる回数が割と多めだからかな、こっちの方が。スネーク。あと12秒、難しいんじゃないの。なあ、くそ、あと1秒1秒オーバーした。あー、ダメだな。難しいわ、すごい難しいわ。こんなのがストーリーミッションだったらクリアできてないわ。こんな難しいのがストーリーミッションになったら確かに難しい、うん、初めてバートの面で やった時もね、失敗したし、これ難しいよ。しかもさっきさ、難易度イージーになったしアドバイスボケハンしろボケかす。大リクエスト大会です、うん、本編の中でね、なかなか やれなかったようなことをやってます。例えば見たかった看板とか行きたかったお店とか、そういったものを巡ったりとかね、うん、あとちょいちょい僕のね裏話を公開してます。これは新しいね、こんなにスピードの速いやつを初めて見るね。お、ドーナツの車？いいよ、乗りましょう。こんな感じで行ったんやね、こうやって。あ、可愛いから好き。おーおーおー、可愛いよね。これが登場したエピソードは可愛くないけどハロウィンスペシャルだったけどね、フォーマーがこうやって釣るんだよね、ラッドの坊やを。こっちだよみたいなね。乗ってもらえなかった子、他にいないかな。乗ってもらえていない子。これ乗ってないよね、誰かが乗ってるっていう理由で、うん、これ乗ってないな。Hello, drivers. Got a little situation here. Oh, the phone just made my souffle fall. Well, I guess I'll be along shortly. うん、乗った。よし、次の車。うん、で、他に乗っていないやつはないかな。うん。ミスタープラウ。何気にこれにも乗ってないけどね。あ、好きなカウチギャグ？うん、好きなカウチギャグはね、ちょっと待ってね。あ、これ、何気に僕はね、この車が大好きなんだよね。Attention cars! 10-year-old hitchhiker needs a ride! That's the Democrats for you! Always want some for free! 僕はこれが好き。Alright, I'll work the pedals and you steer! 音が好き。好きなカウチギャグね、なんだろう、
でもハロウィンスペシャルの時のカウチギャグは面白いと思いますね。ハロウィンになるとクレジットも凝ってるじゃん。みんなちょっとホラーな名前に変えられてて、あれが結構面白いよね。でもさ、珍しいと思うよ。なんだろう、オープニングがさ、使い回しじゃない形のさ、ものって、あれだけ長い年月放送されてる番組なのにさ。だってバートの黒板が変わるでしょ、黒板の文字が変わるでしょ。でたまに、ごくたまに、リサのサックスの音色が変わるでしょ。ごくたまにっていうか、サックスの音色は変わるけど、そのサックスのシーンはよくカットされちゃうからね、尺の都合上で。最後にカウチギャグが来るって、これ3カ所も変わるオープニングって珍しいと思いますよ、うん、使い回しができないっていうかね、うん。その黒板の内容がさらにさ、前後のエピソードと関連があったりとかするから。よし、僕が見たかったやつ僕が見たかったやつ、動画の中でねちらっとお話ししたけど、もしも僕がこれを黙々と一人で遊んでいたとしたら、衣装もガラリと変わっていたと思いますよ、ね、かわいいじゃん、これが良かったよ本音を言うな嘘。バートマンには勝てないよ。もう人気投票やろうってなった段階でもバートマンが勝つっていうのはほとんど約束されてたようなもんだったけど、うん、これはどのエピソード？これバートがそういう士官学校というかミリタリースクールに入るお話です、うん、ただメインはリサのところにね、スポットが当たるんですよ。リサが頑張る話ね。Finally, my years of ballet are paying off. ほら、今のセリフもね、バートが体育でバレエをね取るんだけど、そのバレエの成果がようやくここで生きてるぜっていうことを言ってたんだけど、うん、かわいいじゃんですね、そう僕がもしも黙々とやっていたら、衣装もきっと違う形になっていたのではないかと、うん、でもね、あの衣装投票はね、やってて何が面白いかって、皆さんのね趣味とかね、熱い思いみたいなのがあそこで見ることができるから、やっててすごく楽しいですよ。ね、ヒューゴ。おお、野生だ。野生の動き。何してんだよ。ジジイ。よし。なんでマージだけ骨？あれマージじゃないんじゃない？あれマージなのかな？ね。で、ここに来てね、うわーみたいなね。どうなっちゃってんだーってやったね。マージの面の時に月がこっちにあったんだよね。魔女が飛んでます。見える？魔女が飛んでます。
音楽いいよね。これは発見したんだよな。あとね、壊れないことに定評のあった魔女のほうき、そんな風に僕は紹介したと思うんですけど、改めてあの最終回の動画を見たらね、あ、これネタバレないから大丈夫だよネタバレないから大丈夫だよ。改めて最終回を見たら、煙吹いてたんだよね。スネークの時かな。あれダメだ、本人やっちゃってるからな。どうしたら口に出ちゃうんだけど、煙が出てたんだよ、魔女から。僕が魔女をこう引いた時に出たのかな。魔女はこうやって自害はできないんだけど、あ、出てる煙。あ、出てないよな。そうだ、出てないよね。逆にこうやって引くと出るの？そんなことないよな。くるりんぱってこう器用に引くんだよな。あ、魔女を宇宙船に吸わせる。面白い。それ面白い。それは面白い。やってみよう。気に入った。よし、着いたよどうなんだろうね、行ってみようか。あ、行った、魔女ー、魔女ー、わー、魔女がー、ちょっと待って、これさ、錬金術じゃんこれ錬金術じゃん。あ、もう一匹いきます。魔女復活して、これ無限じゃん。これ無限じゃない。魔女死にいの、待てばまた復活しの、座れ宇宙船に座れの、爆破しの、錬金術にで恋になりのみたいななんないか。そんな都合よくはなんないか。今何だったんだ。今急に魔女がもう一回出てきて座れたよね。あ、さすがにそんな都合よくはいかないか。いや、びっくりした。あ、ほらやべえ錬金術。あ、ダメ、錬金術なってない。自分の車だからコインは減ってる。うん、なんだよ、そういうことか。理解した。レンチを取って復活してんだ。そういうことか。ありがとう。うん、なんだ、最強のさ、無限ループ見つけちゃったかと思ったよ。これ取ると、ほらでもこれさ、すごくない？いやー、これまでね、7回衣装投票をやらせてもらってたんですけどね、ダントツで、投票がもらえなかったのがこちらの、汚れですもうね、びっくりしたよ。お兄さんびっくりしたよあまりにもこれ投票がなかったもうね、びっくりしましたよ。むしろね、これに投票した方がもうなんか愛しく感じられたっていうかね。分が悪すぎる。うん、
だってあ、汚れって投票が入ったのかなと思ったら、それは単純に僕がじゃあこれがいいと思う人は汚れと書いてくださいっていう、そのそのことに対して汚れをわらわらわらみたいな感じで笑っただけで、決してこれには投票してないからね。その汚れわらわらわらの後にがっつりドーナツっていう風に書かれてますからね、そういう方も。汚れって一応その発言に笑って、その後ドーナツみたいなね、そうそうそう、こんな感じだな。よし、じゃあこれなろう。うん、この中だったら僕はこれかな。うん、これで回っていたかな。The children know they've been eating fried textbooks for weeks. あとこの面が面白いのはさ、こういう話しかけると画面がニューンとこう傾いていくんだよね。その演出がすごい面白いですよね。これは通常 で近寄ると、ほらニューンって僕の家ここだよな。Oh, I forgot my mission.もう、あ、こんなんなってんだ。あれ、Welcome to Quickie Mart って書いてるけど、これ Quickie Mart のさ、マットを盗んだでしょ。もう、パパ、Have you come back? あ、違う。あ、違うわ。誰？ Are you a cop? If you are, you have to tell me. あ、違う。これネルソンの家だ。I ain't opening it unless you have a warrant.お、すげえ、ネルソンの家だこれ。Get banned. で、こっちがもうの家だよな。拳銃持ってるかなとか思ったんだけど、そう、ここでね、拳銃をぶっ放すんだよ。そうするとね、石油っていうか原油を掘り当てたみたいな感じで喜ぶんだけど、ただの下水だったっていうオチがあるんだよね。そうだね、モーの名前が書いてあるね。うん、面白かったね。うん、面白かったよねあれね。これはクレタスの家だな。何埋めてんだこれ。おお、並んでるね洋服が。すんごい数だ。子だくさんだからねこの家。すんごい数のね子供がいるんですよ。それ再現しようか。あ、でもできないか。プレッツェルの車はないか。プレッツェルの車ないよな。プレッツェルないから、じゃあ何がいい、ドーナツでしょうか。じゃあまた。Can you come and get me? I'll pay you in back rubs. あ、だったらマージのステージに行こうぜ。ミッションセレクト、マージ、あ、ちょうどよかった。あの日のまんまじゃん。クリアした時この警察衣装でしたもんね。危ね、また引かれるとこだった。I swear I used to be a better runner. I could really use a lift. よし。プレッツェルはいかが？ Nice girls finish fast. いいね。いいね。おーい、出てこーい、だつね。ティファニー、ヘザー、コーディー、ネイロン、デーモン、ジョーダン、テイラ、ブレトニー、ウェスリー、ルーモア、スカウト、キャシディ、ゾウ、フロエ、マッツ、ハンター、キャンドル、ケイトン、ノーア、サーチャ、モーガン、キーラ、イーアン、ローレン、ユーバート、フィル。
ね、そんなんだったね、うん、あ、調べてくれたの？ありがとう、うん、覚えてるよ、僕は僕は素で覚えてるよ。あ、モーの家だ。光ってるぞ。Don't come in. The doctors say this thing could spread. So get out of here. Get lost, okay? I'm hungover in here. You might want to keep your distance. I got quite an infestation going on in here. Oh, these things are all over.そうか、これネルソンの家だったか。 Are you a cop? If you are, you have to tell me. I ain't opening it unless you have a warrant. じゃあこの近くに、あ、こんなんじゃなかったな。さすがにそれはないか。鳥の巣があった木。世界一大きなトイレ。うん、僕全然知らなかったんだけど、隠し車、あのラジコンもね、うん、そうそうそう、最後のところで見かけたラジコンも隠し車なんていう名前なのか分かんないけどね。うん、まあ要は隠し要素らしいんだけど、でね、この面もその隠し要素があるっていうのを教えてもらったんですよ。これか、これがその隠しの車か。 Where to next, video game? かわいいなこれ。これかわいいな、でもこれかわいいな。あ、ほらほらほら、この面でもなってるよ。ちょっと今お見せしますよ。見えるかな。ほら、バーズの顔になってるでしょ。見えてますか。トマコ畑がバーズの顔になってるんですよ。自分の動画で気づいた。自分の動画で気がつきましたよ、これ。うん。Try our new popcorn shrimpy things。うん。あ、さらにね、思い出したわ。ミッションセレクトで。そう、これだ。これだよ。これね、動画見てて気づいたんだな。ね、クラスティーバーガーで使われている全ての肉は、それぞれのローカルソースから仕入れてますっていうね。地元で採れた肉ですよ。地元ね。よし、じゃあ一周回りました。あとは何かヒットエンドランで行ってほしいところとかありますか。大丈夫ですか、ね、まあ次は何をやるのか。次はね、このあとすぐ何かやるっていうのは、ないですね。いつも一つ一つ一つっていう単位でやってるんでね、次はないんですけれども、まあ今回ね、ザ・シンプソンズっていうものにね、触れることができてすごい楽しかったんだね。でまたね、やりたいなとは思ってますよ、うん、すぐにはないけれど、また、うん、いつかね、約束はできないけどね、またいつかやりたいなとは思ってますね、ザ・シンプソンズは、うん、まだ話足りてないから。話足りてないというか、まだ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 おしゃべりしたいことが山ほどありますから、うん、ザ・シンプソンズに関してはね。だからこれまでね、キャプテン翼とか
あとゲゲゲの鬼太郎とかねやらせてもらってきてますけど、今回のヒッティングランはねそれぞれの、最初のねキャプテン翼でいう2、ゲゲゲの鬼太郎でいうと PS、 まだその段階だからね、まだまだだからこの縁をね、つなげていきたいですね、この縁をねつなげていきたいと思ってますよ、まあね短いね告知の後すぐに駆けつけてくださった方、冒頭の時間ね一緒に30分間付き合ってくださった方みんな、現在こうやってね見てくださってる方皆さん本当にありがとうございました。またいつか生配信でお会いしましょう。それではまたね、ありがとうね、またいつかお会いしましょう、さようなら。